大雨のの中奇跡のパフォーマンス有明アリーナで起きたナンバーアンダーラインアイの感動日はファンが号泣ナンバーアンダーラインアイが届けた魂のステージその感動の瞬間とは6月のある日有明アリーナのステージは一大イベントで盛り上がっていましたこの日のためにファンたちは遠方からも駆けつけ雨の中でも行列を作り ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを心待ちにしていました。会場は緑で満たされ、ステージには美しい盆栽が並べられ、その中でナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが歌とダンスを披露しました。特に初日には劇場が観客で埋め尽くされ、ファンクラブに入会するための抽選に当選したファンも多数駆けつけました。ナンバーアンダーラインアイのファンは自らを i l i s と呼び、 I love you 愛しい人たちという意味が込められています。この愛称はファンとアーティストとの絆を象徴しており、その絆は非常に強固です。当日は大雨にもかかわらず、レインコートやレインパンツを着用して、グッズ販売のために長時間並ぶファンも少なくありませんでした。彼らはずぶ濡れになっても喜びを隠せず、メンバーと同じ空間にいられることに感激していました。 その日、平野翔、岩優太、神宮寺由太の3人は、ファンの期待に応えるべく、全力でパフォーマンスを行いました。ステージ上では、彼らのエネルギッシュなダンスと力強い歌声が響き渡り、観客を魅了しました。盆栽が飾られたステージは、伝統とモダンが融合した美しい空間であり、その中でのパフォーマンスはまるで夢のようでした。ファンたちは、 彼らのパフォーマンスに感動し拍手と歓声を送りましたその日の公演は大成功を収め次回のライブに向けての期待がさらに高まりましたチケットが手に入らなかったファンも次こそはチケットを入手して彼らのライブに参加したいと強く願っていますまた遠くから応援するファンたちもインスタグラムの更新を楽しみにしており メンバーたちの日常やライブの裏側を垣間見ることができることに感謝していますこうした SNS の更新はファンとアーティストの距離を縮めより親密な関係を築くための重要なツールとなっていますその日の公演が終わるとファンたちは感動の余韻に浸りながら帰路につきました次回のライブに向けて再び彼らのパフォーマンスを楽しみにしているファンたちは 日常の忙しさの中でその期待を胸に抱き続けます特に48時間後にナンバーアンダーラインアイに会える予定のファンは仕事を何とかこなしながらその瞬間を待ちわびていますさらにその日の夜公演までにペンライトを手に入れようとするファンもおり会場にいる他のファンに協力を呼びかけましたグッズ整理券を所持していたにもかかわらずすでに売り切れてしまい 購入できなかったため迅速に対応してくれる人を探していましたこのようにファン同士の助け合いも見られコミュニティの絆がさらに強まっていきますまた健康に気をつけてパフォーマンスを続けるようにと遠くから応援するファンもメッセージを送りました彼らの健康と成功を祈りつつ次回の公演を心待ちにしていますナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーだけでなく スタッフやファンたちも含めすべての関係者が無事に楽しい時間を過ごせることを願っていますこのような一体感はファンとアーティストの間だけでなくファン同士の間にも生まれていますライブ会場での出会いや SNS を通じた交流を通じて共通の趣味や関心を持つ人々がつながり新たな友情が芽生えていますこれは 音楽の力が人々を結びつける力を持っていることの証です雨の中での公演はファンたちにとっても特別な思い出となりました大変な状況でも一緒に過ごす時間はかけがえのないものでありその経験がさらにファンとしての絆を深めるきっかけとなりましたまたメンバーたちもファンの応援に応えるために全力を尽くしその姿勢がファンにとって一層の感動を与えました こうしたライブイベントはファンにとっては日常の中の特別な時間であり日常生活の中での楽しみや励みとなっています次回のライブに向けての期待が膨らむ中でファンたちはそれぞれの生活を頑張りながら再びナンバーアンダーラインアイに会える日を心待ちにしていますこのように音楽とパフォーマンスは人々の心をつなぎ日常に彩りを与える重要な存在です ライブイベントを通じて得られる感動や喜びは何者にも変えがたいものであり、その瞬間を共有することでファン同士の絆も深まっていきます。音楽という共通の言語を通じて、人々は見知らぬ者同士であっても深いつながりを持つことができる。このつながりはファン同士の友情やアーティストとの絆を強固にするだけでなく、日常生活においても大きな影響を与える。 ナンバーアンダーラインアイの公演が持つ魅力は単なるエンターテインメントにとどまらずファンにとって人生の重要な一部となっている例えばあるファンのエピソードを見てみましょう彼女は地方の小さな町で働いており日々の仕事に追われる中でナンバーアンダーラインアイの音楽を聴くことが唯一の癒しだった仕事のストレスや生活の困難に直面するたびに 彼らの曲を聴いて心を落ち着け、再び頑張る力を得ていたという。そんな彼女にとって、今回の公演は夢のような出来事だった。何度も挑戦してようやく手に入れたチケットを手に、遠路はるばる有明アリーナへと向かった彼女は、そこで他のファンたちと交流し、同じようにナンバーアンダーラインアイに救われてきた仲間たちと出会うことができた。 ライブの前夜ファンたちは近くのカフェで集まりそれぞれの思いを語り合いました彼女は初めて会うファン仲間に自分がどれだけナンバーアンダーラインアイの音楽に支えられてきたかを語りその話を聞いた他のファンも自分の経験を共有しましたそこには年齢も性別も職業も異なるさまざまな人々が集まっていましたが ナンバーアンダーラインアイへの愛という共通点が彼らを強く結びつけていましたそして迎えたライブ当日彼女は初めて「生で見るナンバーアンダーラインアイ」のパフォーマンスに圧倒され涙を流しましたステージ上のメンバーたちが全力でパフォーマンスをする姿はスクリーン越しに見ていたものとは全く異なる迫力と感動をもたらしましたその瞬間 彼女はこれまでの努力や苦労がすべて報われたように感じました。彼女の周りの観客たちも同様に、感動と喜びで溢れていました。また、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちもこのようなファンの応援に感謝し、全力で応えようとしていました。彼らはステージ上から観客一人一人に向けてメッセージを送り、その温かい言葉にファンたちは再び心を打たれました。 特に平野翔の皆さんのおかげで僕たちはここにいます。いつも応援してくれてありがとうという言葉は多くのファンの心に深く響きました。その夜、彼女はライブの興奮冷めやらぬままホテルに戻り、SNS に感想を投稿しました。今日のライブは一生忘れられない。ナンバーアンダーラインアイの皆さん本当にありがとう。 ままた次のライブで会える日を楽ししみにしています、とその投稿には多くのファンから共感のコメントが寄せられ彼女は再びファン仲間との絆を感じましたこうして音楽は単なる娯楽を超えて人々の生活最後にこの日の公演を振り返りながらファンたちはそれぞれの思い出を胸に刻み次回のライブに向けての期待を膨らませています 新たな挑戦やステージでの驚きを楽しみにしつつ、日常の中でその瞬間を待ち続けるファンたちの姿が目に浮かびます。次のライブではどのようなサプライズが待っているのでしょうか。また、新たな楽曲やパフォーマンスでファンを魅了してくれるのでしょうか。このような期待を胸に、ファンたちは今日も日々の生活を送っています。あなたも 次回のライブに向けてどのような期待を抱いていますかそれぞれの思いを胸に再びナンバーアンダーラインアイと共に過ごす時間を楽しみにしていることでしょう。